このコーナーは全国の珍しい風習や習慣、面白いものなどを紹介させていただくコーナーでございます。はい、はい、今日はスタジオにね、なんかたくさん食べ物がたくさんね、いつも本当にいつもなんかね、いろいろいただきながら収録させていただいておりますが、今日はね、またいつにも増してなんか送ってくださったんですね、はい、ありがとうございます。ご紹介いたします。はい、ペンネーム巨大スズメさん、巨大スズメさんというのはどういうね意味合いがあるのでしょうかね。あのね、もみじまんじゅうを送ってくださったんです、はい、2種類ね、そう、お手紙も入っていました、はい、こんにちは、毎週楽しく聞いております。はい、お二人の会話は何度聞いても笑えてとても好きです。笑えるの私たちっていうありがとうございます。歌われの皆さんに、はい、ぜひ広島の名家であるもみじまんじゅうを食べてもらい、うん、感想を聞いてみたいのです、うん、でお送りしました。あのたくさんもみじまんじゅうのこう、うん、由来とかいろいろ書いてくださってます。はいはい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。あと最後に、うん、もし2人が結婚されたらとても良い家庭になるのではないでしょうか。ゆずきさんファイトです。ラジオが終わるまでにぜひ結ばれちゃってくださいね。なかなか、はい、81的に大変ですのでね、本当にもね、なかなかそうはいきませんよ。すいません、ありがとうございます、はい、巨大スズメさん、ありがとうございます。今ね、開けさせていただきましたよ、はい、ね、一つは、うん、これはどっちかっていうとプレーンな感じの、プレーン、うん、プレーンコミ、焼き芋味とか、あ、クリームとかチョコとか中にいろんな、違うんですね、何種類か、これ一つだけ違うのが入ってるんですね。へえ、何種類か違うのが入ってる。本当だ、もみじまんじゅうと、もう一個は、はい、これなんでっかいんですね、栗入り大もみじと書いてありますね。大もみじ、うん、手のひらぐらい、そうですよね、うん、うん、うん、本当に手のひらぐらいのね、はい、とても大きなもみじが綺麗な箱に入っていて、見て、竹串が入ってるようだった、はい、知ってて送ったのかな、なんてこれを狂気にこれはちゃんとね、今日はいい日だな、フォークも竹串もありますよすこれちゃんとまたそんなことは自分で言うことないんですよ。宮島名物、はい、もみじまんじゅう、はい、お菓子の説明の写真が、私ここ修学旅行で、あ、そうですか、行きましたよ。本当、はい、この串ね、串というかこうちゃんと切れるようにノコギリになってるところがまたワクワクしますかちょっとこれ食べてみませんか。はい、珍しいですよ ね、すごく大きい、その手のひらぐらいの大きさの一つのもみじなんですが、ちゃんともうすでに4等分してあって、切れ目がもう入ってるので、ね、4つのピースを合わせて一つの大もみじになっているというね、非常に食べる人のことを考えた親切な設計になっておりますよ。パカッと、お、開きました。はい。あ、すごい。開きましたね。栗入り？うん。栗入り大もみじ。わあ。栗入り大もみじ。あ、これでじゃあこのノコギリの部分で切らせていただいて。あ、すごい。なんか中のあんこが端っこまでぎっしり入ってますよ。ね、はい、一つどうぞ申し上げくださいませ。あんしてください。そう来ると思って。じゃあ、いやいや、あんされたいですか？81でいただきます。じゃあ、あんしてください。食べました。あんしてください。だって、その竹串を、だってリキちゃんが持ってるじゃないですか。いやいや、はい、ここに、はい、こうして、はい、どうぞ。広い！いやいや、やっぱりね、全国のファンの皆様もね、あなたのファンの皆様もね。え？私のファン？ご不快にさせてはいきませんので。うん、うん、そんなことない。あっさりしたあんこで、もう。もう一ついけないですか大丈夫です。もう。え、あんしてください。大丈夫です。ね、サクッといかないと。あ、そうです。サクッといかないと。時間ないんです、うん。いただきます。はい。あ、やばい。またゆきちゃんの関節キス。はい。いや、私、それ、手で取って食べたから。え、嘘。ほんと。その、ノコギリで切らせていただきましたけど、切ったやつは、わかりました。手でつまみましたから。うん、じゃあ、大晦日は覚悟してくださいね。お味噌はちゃんと家庭で召し上がってください。うん、ね。はい、美味しいございます。はい、美味しいですね。ありがとうございます。あっさりした。なんかすごく上品な甘さでね、はい、本当ですよね。これね、うん。あとで皆さんね、うん、はい、全部いただきますよ。ね、マネージャーさんもいらっしゃいますので。ありがとうございます、はい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい。はい、そしてもう一ついただいておりましてですね。届いたんですよ。はい。ペンネーム山由良の B ボーイ様から。
送っていただきました。はい。ありがとうございます。はじめまして、力也さん、涼香さん。はい、はじめまして。はじめまして。お二人は、青森や岩手で食べられている南部せんべいというものをご存知でしょうか？知りません。あ、そうですか？私、はい、存じておりましたよ。はい。南部せんべい。はい。はい、麦の粉をこねたものを鉄の型枠で焼いた塩味のおせんべいです。はい。八戸ではこの南部せんべいを鍋や味噌汁の具として食べています。おせんべい？うん。せんべいの硬さは好みにもよりますが、おすすめはアルデンテの状態。パリッと硬かったせんべいが水分を吸い、柔らかくしかもシコシコ、微妙な食感が残っているところをいただくのが美味しさのポイントです。はい。その味はトスクル名物、モロロ汁にも負けないはず。今回は即席のせんべい汁をお送りしますので、まんず試しに食べてみんせどれでいいのかな、そういうふうに書いてくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、八戸郷土料理八戸郷土料理せんべい汁、はい、醤油味というのをね、これはね、ね、カップ麺のようなね、カップ麺ではなくてせんべい汁のこのせんべい汁、ね、スープと具が入ってるんでしょうね。これお湯をかけるだけ。おせんべいも入ってるんですか？おせんべいはこれに、これをこの別にもう一つ送っていただいたおせんべいを、うん、これにつけて、うんうん、ね、南部せんべいをつけて食べるというものなんですね。ほう、うん、スープって何醤油味と書いてありますけどね。うん、野菜特製醤油スープが入ったあったかい道のくの味わいとございます。これにつけて食べるのね。でも、うん、このおせんべいは普通のお菓子としても、もちろんこのまま食べても美味しいし、でもいいんですよね。うんうんうん、でもこうやって八戸では食べるんだと。料理にも使うんですね。うんうん、これでもせんべい汁と書いてあるから、せんべいをつけて食べるためのスープなんですよね。はい、すごいなんかね、いくつもなんか送ってくれて、ね、ありがとうございます。いただいてなんと今ここ最初ちょっと今ねお湯がないのでいただけないんですけど、ね、今度またどっかでいただいてね。大晦日にコミケの後に、ね、はい、またね、ちゃんといただきます ね、 そうですよね、うん、ね、はい、ありがとう。お食事会の時にじゃあぜひこれもね、鍋に入れちゃいます。いや、鍋に入れるとあれだから、これはこれでやっぱりね、これはこれで、これで、はいはい、あ、じゃあ歌われメンバーが集まった時に、ね、うん、ね、みんなで試食をしましょうかね。はい、賞味期限しばらく大丈夫ですか？いや、これはだってカップラーメンと同じような定裁になってますから、きっと、うん、大丈夫ですよね、うん、あんまり大丈夫じゃない、何ヶ月も持つと思いますよ、うん、はい、近々会えたらその時みんなで食べます。会えなかったら、あ、おせんべいはね、自分たちだけで、うん、あ、でも大丈夫でしょう、うん、ね、はい大丈夫です。何ヶ月か持ちそうですからね、うん、はい、本当になんか、ね、ありがとうございました。ありがとうございました、ね、はい、素晴らしいものを送っていただいて、もうね、そうです、ね、メールもいつもいっぱいで、はい、いただいてますよ、はい、はい、じゃあ、はい、ご紹介します、はい、お願いいたします。ペンネームシリルさんからいただきました、はい、こんばんは、シリルと申します。毎回楽しく聞かせてもらってます、はい、ぶっちゃけ、うん、お好み焼きをおかずにご飯はありですか、なしですか、うん、あとラーメンにご飯とかうどんにご飯とかどうですか？うん、これ関西の方とかよく、ちゃけ、ああ、うん、お好み定食、お好み焼き定食とかがある、あ、お好み焼きとご飯が出てくるのがあるって聞きますよね。そういうのはどう思いますか？大丈夫ですか？いや、食べ盛りの時にはよろしいんじゃないですかね、うん、炭水化物と炭水化物ですけどね、うん、はい、ね、僕はでもよくお昼にね、土曜のお昼とかに、はい、お好み焼きをね、お金もらってね、お友達と食べに行ったりしたんですけど、その時はお好み焼きだけでしたけどね、うん、でもおかずとしてはソースの味が濃いので、うん、ありっちゃありですね。そうですよね、うん、まあ、ただ栄養バランス的にどうか気になりますが、まあね、もう食べる、食べ盛りのね、うん、はい、元気な、ね、高校生や中学生のね、うん、そうですね、ね、食べ盛りの時にはよろしいんじゃないですかね。じゃあ、ありっていうことで。はい。はい。ありということで。そば屋さんのとこでもあれば、お昼ありますもんね。カツ丼セットとかね。あ、でもなんかラーメン定食みたいなので、ね、うん、あ、ラーメン、ライス、ラーメンライス。あ、それもありますね。うん。チャーハン、ん？
ラーメンとね、あのチャーハンのちょっとあの小ぶりのやつがついてたりとかね。ありですよね、うん、ありますよね、炭水化物とか、うん、まあ女の子はねあんまりねそんな召し上がらないでしょうが、うん、お腹はいっぱいになりそうです ね、うんうん、世の男性はね、うん、そういうのもねいっぱい人気があるからやっぱりメニューにあるんでしょうね、はい、そうですね、はい、はい、一回じゃあゆずちゃんもねドーンとあのラーメン屋に乗りつけてラーメンとチャーハン、うん、チャーハンも大盛りとか言ってやってください。うんうん、きっと平気ですけど。いやいやいや、すみません。そうですかね、はい。はい。ということでね、今日も本当にたくさん送っていただいて、メールも送っていただいて、はい。ありがとうございました。ね、たくさん紹介させていただきました。はい。はい、このコーナーでは皆様からのメールをお待ちしております。皆様の住んでいるところの珍しい風習や食べ物など、私たちに教えてくださいね。はい。フリートークのコーナー。このコーナーはフリートークのコーナーです。私たちが毎回自由奔放におしゃべりをするコーナーです。はい、ね、今日もいろいろ自由奔放に今までもおしゃべりさせていただきましたが、はい、はい、さっき仮面ライダーとおっしゃったでしょ。はい。ね、実は私ね、何を隠そう。何を隠そう。もう一人好きなあつこさんがいらっしゃいまして。もう一人？うん。うん、どっちのあっちゃん？ あ、ごめん、あっちゃん。二人のあっちゃん、三人目のあっちゃんがいるってことですか？そうです。え、それ初耳です。じゃじゃーんでございまして、はい、さっきあなたがそう答えてくれたからね、はい、思い出したんですけど。三人目のあっちゃん、うん。元祖あっちゃん、あっちゃんと言ったことありませんよ。もう先輩ですからね。はい。うん。高畑敦子さんってご存知ですか？あ、はい。うん、あ、はい。この頃バラエティでいろいろね、活躍なさってますけども。うん、そうなんですよ。うん。仮面ライダーにね、僕が生まれて初めてのお仕事をさせていただいたときに、はい、あつこさんもね、出てらしたんですよ。まあ。うん。うん、はい。ワルの大幹部で。あ、じゃあ、もう衣装とかメイクとかすごかった。すごいんですよ、そうなんです。うん。うん。なんて言いますかね、こう、半分仮面じゃないや。半分だけこうぐわっとものすごいね、アイラインを引いてらっしゃって、うん、で厚化粧でね、なんていうの、片足だけハイレグですごいすごい、ね、昔、はい、100m の世界記録を持っていたジョイナーさんという方がいらっしゃいましたが、はい、覚えてらっしゃいますかね、はい、もうお若い方はわからないかもしれませんが、爪とかもとても綺麗にされてる、そう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 、うん、あれをもっとねバージョンアップしたみたいなね、すごい衣装で、はい、はい、それで僕は高田さんを相手にね、あーとか言って戦ってたんですよ。ああ、え、でどっちが勝つんですか？え、いや最終的にはそれは正義が勝つんです。ヒーローで僕はヒーローのなんか足引っ張ってたみたいなもんですけどね。勝つんですけど、はい、それがね、その高田さんが僕劇団に入る前から大好きで、はい、高田さんが東邦学園というところにいらしたんで、僕もじゃあ東邦学園に行こうかなと思って入ったぐらいなんですよ。うん、お芝居見ててね、とても、とても素敵な女優さんでね。うん。それがね、最初のお仕事でね、またお会いできるなんてね。すごいですね。うん。そうなんですよ。うん。それで僕、東邦の後輩なんですって言ったらね、すごくよくしてくださってね。僕、初めてでしょ？もちろん、テレビはもちろん、そんなね、現場のお仕事なんて初めてで、もう最初はね、どの人にどうご挨拶していいのとかね。うん、ロケバスのどこに座ればいいんだとかね、そういうことも全くわからなくて、オロオロ。まあ今もオロオロしてますが、オロオロしてたらね、すごく気を使ってくださってね、うん、この子私の後輩だからいじめないでよとかおっしゃってくださってね。うん、ああ、すごい。なんか、うん、いや、もう別にいじめられたことはないですけど、すごくね、心の支えになってくださったんですよ。素敵なお話ですね。うん、そうなのよ。でね、お芝居もね、僕も見に行ったりね、あの方もお忙しいのにね、来てくださったりしてね、うん、吹き替えでも何度かご一緒させていただきましたけどね、はい、この頃ちょっとお会いしませんが、うん、もう今 ね、大変お忙しくしてらっしゃるからね、はい、そうですね、うん、テレビでもよくお見かけしますよね、はいはい、そうですよね、うん、はい、すごい、もう思えば願いは叶いますよ。でも思うことって大事ですよね、はい、気が出るじゃないですか、こうなりたいとか、うんうん、イメージしたり、そう、光線が出る出る、うん、出ますよね、うんうん、すごいですね。それがでも叶えられたというか、憧れてた役者さんと、ね、うん、そうなんですよね、共演することになったりとか、うん、ね、うん、すごいですね。ね、そうだから
あっちゃんって言うとダメですけど、ね、そんなこと言いませんけどね。あ、うん、がつく名前だから誰でもあっちゃんなんでしょ、ゆきちゃん。いやいやいや、だから元祖あつこさんなんですよ。うん、田中あっちゃんもね、本当に素敵な女優さんで好きですし、はい、うん、まあ、あきらさんもね、あきらさんは。かわいいしね。ね、かわいいしね。かわいいね。あっちゃんだしね。わかりました。トリプルあっちゃん。ということで。トリプルあっちゃんって何ですか、もう。もうみんな名言にあの送ってこれ。いや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 、トリプルあっちゃん、なんだそれ、もういい話だなと思って聞いたのに、ね、うん、はい、そういうことを今ふと思い出したので、はいはい、お話をさせていただきました。ありがとうございます、はい、とてもいい心温まるお話でした。夢は思ってる、思ってますってドリームズかぶってるんですよ。いやなんか、ね、またなんか本当そう思ってますか。思ってますか。そうですか。ほらなんか裏になんかありそうな。ないですよ。そうですか。よかった。はい。今日は今のところなんか平穏無事に来ているのでね。とても。え、だって幸せな気持ちでいっぱいだよ。だって久しぶりに会えたから。いやいやいや。はい。ね、はい。また、ね。ということで、はい、ん、あの私の思い出話をさせていただいてありがとうございました。聞けましたか。以上よろしいですか。いいですよ。何かお話しすることないないですか今。はい、ゆきちゃんのお話が聞きたいんです。いえ、ありがとうございました。じゃあね、はい、この辺で。この辺で。以上フリートークのコーナーでした。